はい、こんにちは。2024年10月26日土曜日です、本日オープニングを撮ってるっていうことはそうなんです。今日はサッカー観戦です、これより国立競技場に行きまして2時20分キックオフの日本代表戦を見てきます。うん、今日日本代表戦サムライブルーって今日じゃないよねって思ったと思いますけど、そうなんです。今日の日本代表戦は女子の方ですね。なでしこジャパンの方を見てきます。いや久しぶりですね。ようやくこうしてまたなでしこジャパン見に行けるっていうのが、おそらく今年の2月の28日の北朝鮮戦を見に行ったのがおそらく最後だと思います。今日ようやく見に行くチャンスができました。今日はなでしこジャパン対韓国との親善試合なんですよね。女子の方も一回見に行ったら面白かったんで、今日もね面白い試合を見せてくれると思いますよ。そして勝つと思います。じゃあちょっとこれから国立競技場に向かいたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。行きましょう。ここが A と B なんで、今日は B デートか。まあね、なでしこジャパンの試合でもこんぐらいね人が集まるからやっぱ注目はある試合だと思いますよ。あ、Weリーグもね決勝自分一回見に行ってんすよ。その当時はユーバンスじゃなくて等々力競技場だったんで、広島対新潟を見に行ったんですよね。そこで、あ、女子サッカー面白いじゃんって思ったんですよ。で思ったのにその後一回も見てないっていうのは本当申し訳ございません。チケットの確認をします。はい、義務化はございませんね。こちらでチケット確認です。また拝見します。おはようございます。お、まだウォーミングアップ始まってないですね。よかったよかった。They want
just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. Thank you.
水穂ブルートリングアッチ2番の表なでしこジャパン対カンAnd here's the national anthem.